なんか愛媛県じゃあ松山思い出すな。なあ、ちょっとこれあれやな、俺フロントガラス来てな。なんか出てきた。余計汚い。汚い。いや大丈夫、ありがとう。いやいや、わかんない、そんなに違いがわからん。伸びた。まあやっぱりなんか城下町っていいよね。いいな。うん。岡山町。おお、見えた。いいね。見えてきました。和歌山城。ちらっと見ましたよ。もう見ちゃったな。見ちゃった。いいよ。うちゃん今日はどちらへ？また城やんか。いつも城。また城や。城しかないんかいって。わ、すごい。行こう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 。角がすごかった。まだ角はもうええ。ほらやっぱりこの辺なんかすごいいろんな庁舎があるよ。庁舎。庁舎。怯えだったな。なあ、すげえな。石垣が。石垣すごい。なんか敷地が広いな。広い広い。ネット情報では和歌山城回るのにだいたい所要時間1時間半って書いてあった。マジだ。俺らやったら3時間かな。釣り足やからな。ここ信号を左か、うん、ここ信号左入ったらちょっと駐車場あんねんけど、みんな外に止めてるな。ないっぱいってこと。この車中が近くの駐車場へ行ってみよう、行ってみよう。何も書いてへんけどね、表示。満車じゃなくても満車。空車や、やった、すごっ。わ、ラッキー。いやでも1台入ってたね。ええわええわ、高さあるやん。あれ 2.8?6? 2.6。これ、いけるかな。U ターンしようか。いや、あかん、無理。2.6、はい、和歌山城の敷地内の駐車場高さ 2.6 制限ありました。うちは 2.7 はないと思う。6.8やからな。6.8、多分余裕あると思うからいけるねんけど、うん、プールは守る派やからな。はい、お気をつけください。よし、オッケー、行こう。イズルリュック、リュックリュック持ってよ。はい、おにぎりが欲しい方はイズル君へ。はい、満席。満車。満席じゃん、これ。満車っていうね、車の車。あ、ほんまや。綺麗だね。これ何神社？多賀神社。すごい綺麗。おもちゃみたいだね。ねえ。なんかのんびり昼から旅行やけど。いいね。夜の入りが遅くても OK やから。ああ。ちょっと楽ちん。あ、そうやな。あー気持ちいいわ、いいね、楽しいね。平日だよ今日、贅沢。こっちから行く？こっちから行こうか、うん、いやもう近い方でいいんじゃない。いいよね。そんな遠なかったな、駐車場。そう、全然遠くない。なあ、うん、どっからでも入れるんだよ、四方八方。おお、いや今日あれやん、金曜日やから空いてるよ。空いてるよね、うん、絶対絶対空いてる。なんかおるな、見に行く？あれでしょ、虎が伏せてるような城っていう別名。そうな、和歌山城の元々の呼び名、トラフス竹垣城、トラフス竹垣城って呼ばれてたって。和歌山城の立つ山が、うん、虎が伏せてるように見えることからトラフス山と呼ばれていて、和歌山城は江戸時代に別名トラフス竹垣城と呼ばれていました。めっちゃお米美味しいだ。美味しい、あ、出ました、むっちゃお米おいしいって。なおちゃんとこの新米おいしいね。カットでカットせん、カットせん。一人の子はほっぺた霜焼けてきてはるわ。この感じのペースで多分あれやな、早行こう。5時間ぐらい変わるで、うん、天守閣裏坂、階段が多いから分かんない。へえー、すごいね。忍者やったら登れそうやな。行こう、小さいお家。ちょっとそういうのやめよう、人頼んの。銀名水。銀名水ね。井戸。あ、こっち右側に屋根ついてるから井戸や。なんね。すげえ。あの、ハニマル。王子。ハニマル思い出さへん。ああいう絵じゃなかった、小さい。おーい、ハニマル。はい、ハニマルくん。それ NHK やけど使っていい。あかん、理由ある？ゆずる体力ないな。俺絶対こういう城攻め行ったら絶対上がりきったところで息継ぎした時にさブスって体格いい男連れてったのに。はあ、うわーすごいな。もうでもあっという間よ。
天守閣の撮影ポイントあるけど行く迷う最後にそんだけやけどな階段こんだけやけど、うん、天守閣撮影ポイント行きますわちょっと視察してこうか待っとき待っとくな、うん、うわすごいってなったら来て取りに行ってあげようかどっかウェブ上出てないかな何やねんそれなんか混んでいいやんそもそも混んでいいやんあすごいのあこれはすごいわどっちうちどころだかんやんマジかやっぱりあそうよいしょいや泣きそうやん水が溜まっていってるわ膝に頑張れで上がりきってこっちうおすげえ地下いいねここはいいよあれ使ってないよほんまやめちゃ元気スーブスースーブスここ無視してるし教えてあげる、うん、おばあちゃん多くないまさかいいな暑い暑いなんかさ、うん、正面から回ったら遠いって思ってたけどそんなに遠ないな遠ないねでしかも 裏の坂の方がなんか急な感じするの後悔してるやんお堀からこう入っていくところが綺麗なんだろうねそうやなそう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 あ入り口があったよ中入ろうかこんにちは大人2枚子供2枚お願いします小学校です大人2枚子供2枚1220円はいあ、また御朱印忘れたでも御朱印なのこれ御上印なのか御上印はい、ありがとうございますはい、よしこーしょうもない学校ごとだいい感じですいいでさ朝日が綺麗だねいいねはい飲食禁止 OK ですかもう食うだな食べた白い石を掘らない蹴らない投げない分かったおー OK OK そう白い石ダメやってあこれ触ったらあかんよはいよしといでスタンプうん紙がないチケットの裏にしたらチケットの売り場にあなんかこの辺にしたらもうしょうがないスタンプはそうやなうんもうしょうがない白い紙ないもんあいずれあ、この通りや多分。うん。そ中国語やってそっちは書いてるの。日本語こっち。どうぞ。開けてみそれ。あ、これや多分。なんでそれしそれし。こう言ってたらはいはい。あ、ツーナマギ。紙あったで。あ、あったあった。スタンプであった。スタンプの紙があった。ここに押すんだって。はいどうぞ。とみちゃん。どこにあったの？ここここ。で見てボボクの一個の失敗作。おほんまや。失敗。最後か。うん。ビューってなってた？あ上手。え綺麗よ。ハートだよ。みちょくんなんだろう。ハート形。桃？桃や。桃やな。くるみみたいにも見えるけどな。本当だね。なんだろうね。和歌山県の名産品果物。ビワ？梅や柿、みかん、八朔、いちじく。ほう。桃とかさ桃ではないかな早く行こうよはいはい行きましょう分かんない気持ちのいいお城やな、ね、石が、ま、なんかさ日の当たりが違うんじゃないみたいなそんなことない日の当たり日当たりか日当たりじゃない違う守られてる感あるな なんかね上の方やし、うん、分かんないカメラダメやったっけカメラ書いてる書いてなかったから OK 歩きながらのスマートフォンの利用は危険などでおやめください見てみよう、うんあ、はい、靴をよく拭いてください。はい。白虎、白い虎。あ、白虎してんで。白虎って書いてるよ。白虎。うん。白虎は西、西を向いてるんだって。白虎ってな？ローカルの乗ってんで。そうなんいるの？ママ見て。ん？あ、広いね。なんかいいね、この昔ながらの感じを残してる。旅館みたい。うんうん。うん、オッケー。
はい、行こう行こう。あ、ごめんなさいね。気が乗った時です。いやー、見て、かわいい。電気かわいい。派手だね、なんか。かわいい。師匠からぶん投げ。一回、紀州の武器、武具類。紀州徳川家ゆかりの品々、二階は。あ、そう。ここは今、ゆかりの品々。武器、武具類。武器な。うん、武器。武器、武具類。あ、大丈夫かな、うん。ほら、見て。昔、これ着て戦っててんで。え、絶対さ、重たいよな。うん、でもほらな、あの、刀で切られても、ここは守れるやん。サイズちっちゃいんかな。あ、そうだよね、身長ね。うん。道入らへんでしょ。うん。入らへんやろ、多分。あ、難しいでもか。こんなぐらいじゃん。あ、まあまあぐらいじゃん。まあぐらいかな。何センチだったんだろうね。見て、これ鎖で繋いでんねんって。え、熱そう。熱そう。うん、絶対熱いよ。夏最悪だよ、これ。電気ついてんな。城の中やけど。うん。え、床もほら、木じゃなくて。うん、コンクリ、あ、建て直したやつかな。ほんまやね。あ、確かに。天守閣現存じゃなくて。ああ、そうか。作ったんか。だから冷暖房効くんじゃない、だから。ほんまやね。夏でも。いや、けどさ、大事にさ、残すのは残ってんね。うん。かぶったんこれ。うんうん。かぶったね。ほんまやね。昔もあったん、拳銃。うん、あったあった。拳銃で戦うとさ、銃でさ、あ、遠くから撃った方が。撃った方がいいな。早いな。一発弾を撃ってから次撃つまでに30秒かかんねんって。だからこうやって撃って後ろ行って小田家のやつ 3段のな。あ、 3人構えて。そうそうそう、順番にな。だんだんでたらバーンバーンバーンぐらいに10秒ずつで。ああ、そういうことか。3列3列組んで後ろ俺が撃ったら次お前がその後に撃って、その後にお前が撃ってって言って、へえ、ほぼ連続式になるやん。あ、そういうことね。こう並んで、うん、後ろに回るやつじゃなくて並んでやん。うん、あれなんかなかった、後ろにパッとすぐ行って撃て後ろ。あ、そう。いや、あのさ、だんだんにして、うん、俺撃ったらお前が撃って撃ってって、それだけでやん。別に後ろ行かんでいいやんか。なんでじゃあ頭撃たへんの。鉄金棒いい。はい、どうぞお願いします。いけるか。お、いけた。おお、それで叩くねんね。いずる振り回して叩くねん。ほんまの金棒じゃないかな。鉄金棒と同じ、展示中の同じ大きさ、重さで。あ、だからレプリカやけど。レプリカやけど同じように作ったんだよ。つむちゃんもやって。お、つむちゃんも持てた。すごいな。ちょっとだけ重たくないよ。うん、絶対頭蓋骨陥没するやんな。あ、でもこれ、あ、同じ重さにしてるけど、あれやな、木やな。え、見た目は関係ないんじゃない。ちょ、じゃあ全部手伝ったら多分振り回されへんから。あ、そう。この辺なんか圧縮バットみたいなの取って全部木や。え、これも木やんな。あ、だ金棒って木や。え、聞いてる。ほんま？木やって見よう。木なの？見て見て見。ほら、全部木目あるもん。あ、ほんまや、木目あるわ。持った時に鉄の重さちゃうかったもん。ほんまやな。いや、もう、あ、僕でも、あ、もうちゃ、あ、木目やな。確かに。うん、多分これ、きちんとした日本刀でスパーンって切れるんじゃん。うわ。知ってんだ、これ。あ、これほら、あれやんか。この瓦。中木やろ。ほんとや。で、周りがなんか鉄板がなんか売ってるやんか。うん、これ城を軽くするために。へえ。って言ってたねんけど、ほんまかな。ほらほら書いてるやん、一般的な瓦よりも軽いと。そうなんだ、軽いんだ。うん、え、重さ見にくいけど。瓦をちゃんと普通の瓦にしたらめっちゃ重たいから。そうやな、上にむちゃくちゃ重たいもんが乗んねんもんな。うん、はい。鬼瓦でをやるやん。鬼瓦。鬼瓦って重力なくなるようにつけたんだって。そうなん。でつけた。めっちゃ足痛い。徳川やな、すごいな。いや、これなんかもっと短いからなんかすごない。ん？扇子。え、何これ。わかりの扇子。天守閣で。天守閣でっちゅ。あー、すごいね、綺麗。すごいすごい。気をつけてよ。これさ、めでか。うん、あ、つむちゃん反対向き。あ、こっち方向だって。望遠鏡こっちにもあるよ。
っちあっちにもあるから、うん、どこがいいの。わすごいな、すごいね。見たい。さっき下から見た天守閣のとこや、うん、ね。お堀はあんな感じに見えるのか。お堀いいよね。何円って書いてる。100円。遠いな。ママ100円ない今。大物のさあれ、あ、赤いで、はい、行きましょう。これだったらさあれ、あれ、あのマンション。あ、さっきほらあそこから見たんよ。どこどこ。あそこあそこ。ね。うん、あここからやな。なんで。でこうしてこう消したいってから来た方と。わあめっちゃ景色いいやん。ちょっとじっとして。両替駅。あ、両替駅ある。みーちゃんご親切に両替駅があるわ。どこに？え、あ、だ望遠鏡見れるように。親切やね、うん。ご親切でございます。なんかよく見てね。4カ所あるからどこか。考えない感じで、もうで、でしょ、うん。押し込みながら入れてください。入った。見える。すごい。あまり見えないけど。ほら、長前かいる。こんなんどう思う？大事な。ひどいし、バッキーで死んでほしいし。うん。ダメやな。うん、なるとぶつかるでしょ。やっぱ城旅行って感じするね。わかるわかる。でもお城めっちゃ嫌って子供に言われて諦める人いるんだよ。あそう、うん、うちよかったな。うちは城好きや。これ大丈夫。いく城好きでありがとう。んお城好きやな。あもう飽きてる。飽きてる。あいやあいうん、帰ってった。だって車中泊来てさ一番何が楽しかったって車中で飲むビールが美味しかったとかやもんな。そうやな。でもそれ私インスタで書いたらさ、うん、分かるっていうキャンピングカーの女さん多かったで。あそう、うん、え、これ渦見門。いやここ何これ。渦見門黄金水と呼ばれる井戸がありますって。城が攻められ、あ、いぞ牢城となると水の確保が大変貴重となり生命線になるため天守閣から一番近く大切な井戸は黄金水と名前が付けられたと言われています。大阪城や名古屋城などにも同じ名前の井戸がありました。わ、この奥にあるんだよな。この奥に井戸があんねんて。すっげえ。あのお城がもう攻められてさ、もう逃げられへんってなった時、すごいね。下にね井戸があんね。お水汲めるね。綺麗だね。綺麗だね。あ、見て笹山城も行ってみたくない。城なんこれ。寺みたいな。なんかね低いよね。雪が降る時期にそこだけ溶けないとかなんかなかったニュース。溶けない場所があってなんか下に井戸があったんだ。なんかあってそういうニュースがあった。笹山城、笹山城行きたい。笹山城行きたいな。うん、真っ白だよ。姫路城。ほら、また鬼に金棒とこ来た。金棒とこ来た。あ、ほんまや。こっちがそうなの。あ、さっきのとこや。あ、鬼に金棒とこで分岐してるんか。分岐してる。だからさっきの出口から出たらよかったん。いや、どうしたんやろ。いや、一回行って、あの通路行く前に出口があったのよ。その手前に。もうみんな黄金水に夢中になって出口見えてない。いくん。知ってる。当たらんのかい。当たらんのかい。そのまま行っちゃった。うん。いや、俺結構満足したからもう野口キャンプ場向かってもいい。お風呂入ってからでもいいし。あ、動物園は動物園。お風呂入ろう。買い出ししてお風呂入る。そうしよう。動物園、動物園行こう行こう。観光客だらけやね。ここはね、フォトスポットで頑張るんですけど。早歩いて、早歩き。ちゃちゃちゃ。あの人はさっきすれ違ったばっかりよ。めっちゃ速いな。速いな。走ったんかな。走ってないやろ。膝膝よいしょ。これは
最近さ俺の周りがみんなあの足痛い膝痛いとかさ言ってんの。早ない、年上の友達多いから。あーそっかそっか。はい、ありがとうございます。すいません、ありがとう。ありがとうございます。藤田ゼミ頑張ってください。あの出してもいいですかこれ。あ SNS とか、あ大丈夫です、 YouTube とかあんな大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。宣伝お願いします。あ、はい、ありがとうございます。あ何に乗るか言うといた方がいいんじゃないの。あキャンピングカーの上チャンネル。上チャンネルです。上チャンネル10万人ぐらいいてると思うんですけど。これすげえ。ああすごいっすね。1000人やった。1000人やった。でも 3.6 万回一番最初。フェラーリ、フェラーリ持ってるんですか。いやフェラーリは友達のやつと撮らしてもらっただけで。それが一番、それが一番バズってる。それが一番バズるって。全然キャンピングが関係ない。全然違う、全然違うんです。お前天ヶ崎城あるから、和歌山城も。そうですね。かっこよく映ってるから。え、すごいいろいろ行ってますね。めっちゃ、楽しそうやな。僕ちょっとこの後でこのあの。いいな。はい。ます、ありがとうございます。あの和歌山大学の田中っぱさんと。田中っぱさん。僕はあの大学違うんで。あ、そうなんですね。はい、全然違う大学なんです。すごいすごい、はい、ゼミでバリアフリーに関する調査してるんですか。はい、すごい。ぜひ分かったあのお父さんも分かっていただけたら嬉しいです。わかりました。共有しときます。はい、ありがとうございます。はい、頑張ってください。ありがとうございます。はい、何何。こっち合ってる？あ、合ってる。はい。ほら、トリモンピッピ。なんか、こうやからこうだっけ。あ、階段が、こう。あ、階段、よいしょ、ついついついて。で、P で、ここ、ほら、ほら、ほら。北動物園。あ、なんか、あれ、雰囲気ある。ね、いいね。むっちゃ大きいわけちゃうな、なんかやっぱり。うん、無料だからね。あ、無料な。無料だよ、ここ。マジ？無料、無料。まあ、行ってみよう。動物園、レッツゴーっていうか、もうすでに動物園始まってるんですけどね。あ、そうなん、もう始まってる。もう始まってるよ。これなオリか、うん、なんかオリそうやな。なんて、そういうことじゃないね。もう今のはわざとじゃないね。え、月のワグマ、月のワグマベニーちゃん休養中やんか。巻き爪について。休養中、休養中、マジ。クマさんのおってんて。クマ、月のワグマ、むちゃ怖いやつやで、凶暴な。こっちから行ってみよう。あ、ペンギンちゃんや。すごい。すごい。ペンギン飼ってる。ペンギンや。マジ？うん。え？すごい。ほんまや。ペンギンちゃん久しぶり。あら、すげえ。かわいい。フンボルトペンギンやな、これ。かわいいな。かわいい。やっぱ。フンボルトやな。フンボルト？チリちゃんだから。チリ。フンボルトや。チリやわ。すごい。だってレポートしたもん。めちゃくちゃ詳しいや。え、見てわかったん？そうそうそう。フンボルト海流のフンボルトさんの名前から顔で分かったん。顔で分かった。すごい。この子、この子めっちゃ可愛いな。ここ何したらいいの。ズームぎちゃうんこれ。なんでやねん。チリや、チリチリ。ああ、到着。オッケー。はい、よし。ああ、何してんの。何しそう。あったかいとこやな。うん、おいで。あ、中に入ってんの、なんか。おいや、かわいい。すごいね。臭いね、しかてなくて、なぜか。あ、かわいい。めっちゃかわいいや。かわいい。こっちもかわいいよ。あ、ほんまや。気づかんかった。サルちゃん。サルちゃんっていうの、名前。サル。あ、サルちゃん。うるさいな。もうおるやん。すげえ。かわいいね。ほんとだ。あ、ヤギ。あ、こっちはヤギ。シツージだよ。こっちはヤギだな。シツージ？めんめん。めっちゃ食っとる。めっちゃ食うだろ。ヒツジ。ほんまや。あ、ずいさ。あ、うん、裸だよこれ。行きましょうか。ん？何？みちゃん。ん？チャンネル登録者数1600人になりました。もっと行ってない？まあごめん。私の方だけ見たら。あ、前1590人だよ。あ、そうそうそう。俺、それ見た瞬間さ、下二桁がいきなり減ったから。どうだ？もうめっちゃ減ったと思って。思ったら、くらいが上がったんやな。あ、すごいすごい、おめでとう。ありがとう。やった、すごい。ちゃん、かわいい。ね、かわいい。あ、ラージオする。ラージオせなあかんな。インコ、オウム、オウムだ。
あ、タイハクオウム。あ、なんか食べてる。あ、ミーカンゼリー。ミカ。あれあれ、あ、見てほら、言葉遣いに気をつけようといく。言葉を真似することができます。汚い言葉、悪口、暴言などを動物に向けて言わないでください。言われて嬉しい言葉なのか一度よく考えてみようって。こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは。かわいいねとか言ってみたら。かわいいね。ちょっとチラッと見るよね、こっち。かわいいね、かわいいね、かわいいね。こんにちは。もう言ったんじゃない。大きな声は苦手ですよね。うん、あー、まあ、話せえへんかな。かわいい。こんにちは。あー、かわいいお顔。カピバラ。カピ、カピ。カピジさん、カピジさんやん。カピバラ。カピジさんではないよ。カピジさんやん。カピジさんか。パパ。パパおったな。パパとほら、ママどれ？ママもうほら、餌にありつけてない。もう、朝食べたやつずっと感動だよね。なんだな。パパ来た。ちょうだいちょうだい。やめてもう、あっち行ってんの。もうゆいちゃんとゆっくんとつむちゃんそれぞれも携帯見てご飯食べて食べてるかい。ほらもう朝の残り食べに行ったママ。なるほど、みんなほら学校行くで。ママ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 。ほら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 。ママちょっともう残ってんの、残ってんのママ食べる。ママもあんたらほんまにもう好き勝手やって。ずっと親父親父親父はもうずっと食べてる。勝手にどんぶり飯食うてんじゃろ。そうそうそう、家族のご飯とは別でな。野口ちゃん、オートキャンプ場行こう。行きましょうか。野口ちゃん、オートキャンプ場。キャンプ場、レッツゴー。おー、レッツゴー。明日さ、全泊するから楽やな。あ、そうだね。もう朝ゆっくりできるしね。そうやな。何時、開会式？明日の朝10時とか。そうちゃうかな、11時とか。カピとバラ、楽しみやね。うん、さあ行こうか。行こうか。はい、買い出しして、お風呂入って行こう。 FF ヒーター持つんかいな。 FF は持つ。大丈夫？炊飯器にしたら持たんかも。あ、炊飯器はやめとこう。 FF ヒーターはもうファンだけやから、めっちゃ持つ。オッケー。うん、あったかさは大丈夫なら。ガス炊飯器でよかったよ。ガスで、うん、あ、ガラスがあ、なくなったら、うん、最悪や。お買い物行くよ。あ、ペンギンちゃん、じゃあね。見ていく、ほら、プールの一区みたい。ホースで遊んでるやん。泡が出るところで。あ、あ、何やこの子、かわいいな。何やこの子、なんか来たぞ。かわいい子来たぞ。あ、早い、早。このペンギンは良かったな。早いっつ。あ、一区や、一区、一区。一区やな。子供が楽しそうっていうのが一番いいわ。ほんまそうやね。あ、一区はウサギさんおんで。え、どこ？元気やな。よく待ちます。ウサギさん。さっき走り回ってたで。こっちこっち。あ、そこか。ウサギ？ウサギちゃん。あ、つむちゃんの好きな。もうつむちゃん、このぬいぐるみ持ってる。持ってるじゃん。あ、マリちゃんだって、この子。マリ。マリちゃんとリンちゃん。マリちゃん。ありがとう。ウサギ。ママこっちだって、マリちゃん。こっちリンちゃん。あ、来た。あ、マリちゃんとリンちゃん。かわいい。マリリン。マリリン。仲良し？マリリンだって。じゃあこのさ、リン。白いやつと、白いウサギとさ、茶色いウサギ持ってるよ。あ、まあ。あ、見て見て、あ、こうだこう、あ、見て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 みたいんやけど。見ないね。この調子で動画大丈夫かな。またまたや。見て。いつものバタに落ち着いてるよ。うん、白と子供。ね。え？白と動物園の。白と子供のいつものバタに入ってる。モフルとイサオ。イサオイサオ、わかった。レポートでやったやねんな。おお、短いパシャパシャ通りな。そうね、ものとかありましたってな。マリー、マリーちゃん。じゃあ、あれまさかやと思うけど、それマジで言ったん、それ。これ見て、こっちから見てみ。ちょっと待って、もう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 、俺遠くから見とって角で立ち止まっとくから笑けてきてさ。見て、これ見てよ、角もかやいっちゃうんだよ。見てほら、角見るで。こっち、こっち見てみ、角。これ、この綺麗な角、ピラミッドみたいじゃない？あ、ピラミッドやな。すごない？でも俺、思わずカメラ回した今。遠くからまだ分からへん。角のとこへ立ち止まってた。角子。来るぞ来るぞと思ってた。職人が全員こう触っていったんかな。もうオートキャンプ場閉まってまうで。ほんまやね、どっちだろう。これか。なんかこの辺じゃない？あ、今のじゃない？電気ついたんかな、みんな。ほんとやね。目的地に到着しました。これだ。お疲れ様でした。これだな、前だな、
てる？暗いね。大丈夫？これちゃうな。あれこれちゃうな。向こう向こうか。こんなんじゃなかったね。向こう向こうだ。向こう。この先よ。チッカチッカしてるところらへんかな。ああなんか明るいぞ。明るい。あトイレだトイレだあの辺で。あはいはいはい。御坊市野口行動キャンプ場の方にやってまいりました。おーすごいすごい盛り上がってるじゃん。ああなんか安心する明るいと。うん。ナショナルだ。本当やね。案内を終了します。無理や。無理やわ。気をつけて気をつけて。じゃあ、ボン。ね。ね。できるかもしれない。マルパパ、あこんばんは。あこんばんは。あそうね。若いバタンのしました。こんばんは。よろしくお願いします。楽しみ。